こんにちは、サロモン安藤です。こんにちは、サロモン徹です。はい、ついに来ました。じゃじゃーん、FW2324 のもう目玉と言えるプロダクト、はい、HPS 高春中井 EP です。 EP ですね。そうで、 EP の説明はまた後日ちょっと撮ろうかなと思ってて、はい、で今回なんで動画を回したかっていうと、これ製品なんです。ようやく入ってきたね。そう、今8月上旬。そうです、はい、ようやくねこれからお店に並ぶタイミングだと思うんですけど。そうです、ね、まあ先取りして うん、お店に納品する前に、そう、実際に会社に引いてチェックする、ね、チェックっていうことで、はい、まずねビジュアルとか、まあ、サンプルとほぼ一緒なんですけど、うん、結構この竹の感じがかっこいいわけですよ。色いいですよね。いいですね。ね、こうね、まあ、基本的には一緒です。そうで、これまたお手紙が入ってるわけですよ、はいはい、このヒルサイドプロジェクトのボードには全部このお手紙入ってますから、はい、お手紙ね、はい、で何をここで伝えたいかっていうと、うんうん、まあ、結構インスタライブとかでも質問があった中井高春さん、どこに乗るんですか、ポジションっていう、ね、そうそう、インスタートのね、そう、はい、でね、はい、簡単に言うとこれ見えるかな、これリコメンドなんですよ、うん、リコメンドで、よーく見るとここにタカって書いてあるんですよ、はい、つまりリコメンドポジションとタカが乗る場所を表記してるんです。両方表記してます。なので実際にじゃあどの場所でリコメンドで何センチで、中井の場合だと何センチっていうのをちょっと動画で見せようかなと思います。はいはい、じゃあね、板置いてみたんで、トール P に測ってもらいましょう、はい、まずこちらボードはそう64ですね。64ですね、はい、中井がメインで乗ってる64、はい、でね、まあ、一番やっぱりあの皆さんも乗る人が多いサイズじゃないですか、ね、じゃあまずリコメンドで測りましょう。これレコメンドって書いてあるんで、はい、前足ですね、前足にセッティングして、はい、リコメンドどうして言うと、はい、後ろ今ここに見えますね。57ぴったりですね。はいはい、リコメンドは57、はい、57、はい、じゃあ今度はタカのスタンスで、はい、はい、これが、ここですね、こうタカって書いてあるところ、ね、あ、書いてある、前足ね、前足の、タカ、はい、じゃあタカのとこに0を前足ですね。で後ろ足で言うと53ですね。53です。なるほど、はい、なるほど、だからこれでいくとレコメンド両方前も後ろも、はい、1個ずつ内側に入ってる感じですね。ああ、なるほどなるほど、リコメンドから1個内側ですね。1個ずつ内側に、なるほどなるほど、それで53、3ですよね、はい、っていうことですね。じゃあ号泣いってみましょうか。号泣いきますか、はい、じゃあまた今度は号泣ですね、はい、はい、159こっちから取らないで、はい、号泣、はい、はい、で号泣の場合は、前足はレコメンドも、うん、あ、一緒なんだ。そう、中井宝も、はいはいはい、一緒です。で後ろ足は違うんですね。そうです、 OK です。じゃあ前のところから後ろに行って、はい、まあ、レコメンドは55センチってことですね。あ、で前足は、うん、あ、このまま見えますね、ずらさなくていいから。そうですね、あ、53なんですね。なるほど、はい、なるほど、さっきの64と同じ6、あ、53ですね、うん、中井は。まあ実際にね、まあ52、3、4のあたりで中井はいつもセッティング出してるんで、ね、はい、はい、まあ53ってことですね。号泣に関しては前足の、ところはレコメンド一緒、一緒で、後ろ足に関してはレコメンドから1個内側に入れてますね。1個内側ですね。内側ですね。ここから内側に、はい、あ、これいい動画だわ。載ってますね、中井さん。はい、はい、じゃあ最後64ですよ。69ね。あ、69ですよ。はい、じゃあ69いきましょう。なんか的確に突っ込まれてイラッとしたんだけど。じゃあ69ですよ、はい。じゃあ前足の位置は、あ、これも一緒だ。あ、これは違うんですよ。リコメンドと内側にタカね、うん。そう。後ろ足が
あ、これも内側。内側に。なるほど。はい、一回測ってみましょうか。まずレコメンドで、はい、はい、前足にセッティングして、はい、あ、58だ。58ですね。広、はい、はい、なんでやっぱまあ6球っていうところなんでやっぱちょっと広いです ね、はい、じゃあタカスタンス、はい、タカスタンス、じゃあ前が1個内側に入って、で後ろも1個内側ですね。でこれでいくと54ですね。54、はい、なるほど。だからまあ他のサイズに比べたら1センチちょっと広いですけどね。まあでも中井の範囲内だ。まあそうですね。あと長いですからね。まあまあまあそうだよね。はい、というはいわけで僕らの知らなかった真実。これすごい分かりやすいなと思って。よかった、ね。そう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 。なのでまあ中井くんどこ乗ってるんだろう。もちろんリコメンドだと広すぎちゃうよなみたいな。うん、まあボードの長さに対してスペックに対してのリコメンドっていうのはまあもちろん正しいんですけど、まあ中井隆治の EP ですから、まあ中井の乗るセッティングを出したっていうのは非常に面白い機能ではないけど表記だな。まあ皆さんやっぱりすごく気になりますからね、中井君もね。めちゃめちゃ感動するんですか。でまあ僕らにも今まで教えてくれませんでしたからね。俺が忘れてましたよ。忘れてないです。だからさっきチェックしたんです。よかったです、本当に。そうそうそう、うん、なので、中井のスタンスが乗る位置が分かるよ、はい、みたいな、そういった動画なんです。はい、はい、まあよかったですね。まあ EP ですね、1年目ですから、はい、皆様の手に渡る時にね、はい、まあ、実際に手に取ってもらって、うん、まあ、セッティングああでもないこうでもない、まああくまでもリコメンド、あくまでも中井本人が乗る位置なんで、うん、皆さんも、まあ、実際に滑りながら、うん、あでもないこうでもないって言って自分に合うセッティングは見出してほしいかなと。位置で、ね、はい、アングルも含めて、はい、っていうところで、はい、いや面白い、いいですね。よかったです。だって HBS タカにはそれ表記ないですからね。ないですよね。そうそうそう、だからタカの時からそれも聞かれてたんで、うん、そう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 、今後ねその表記をしても面白いかもしれないですね。そうですね、はい、それはあのやってもらえる、持ってきたいですね。やっとこやってくれた、ね、絶対やんないからね。はい、はい、まあこの EP の中身はまあ本人からも語られるんですけど、まあサロモンのスタッフとしての説明もまたね動画で上げたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後お願いします。ということで、ちゃんとね本社も協力してこういうふうに中井くんのねスタンスっていうのをつけてくれたんで、僕は本当にほっとしてます。今後もこういうふうにな、ね、日本からやってくれって言ったことをやってもらうように、しててもらいたいと思います。ありがとうございます。以上。え、チャンネル登録よろしくとかない？それ、あんの？もう一回やるよ。僕最近やってないけど。やるの。チャンネル登録よろしく。